今日はこういうものを買ってみました。タニタのガラス皿スケール KD182 っていうのをアマゾンでですね注文しました。なぜこういうのを買ったかっていうとですね、今までこういう測りを使ってたんですが、これがもうなんかなんでしょうね、何年使ったかな、10年以上使ってると思うんですが、壊れたんで、買えました。それがこのタニタのガラス皿スケールっていうやつですね。値段は大したことないです。測りとしてはですね、2キロまで測れます。中はこういう風になってますね。入ってたのは本体と取扱説明書ですね。電池を入れて、ここを。ポチッとすれば電源が入るはずです。あ、入ってますね。これはゼロ表示をどうするんだ。あ、ゼロ表示はこうもう一回押すとゼロ表示になるみたいですね。天板っていうかですね、この墓るものを乗せる天板がガラスになってます。落としたりしたら大丈夫なのかなと思いますけども、まあ汚れとかですね、そういうのが、まあ汚れても拭けば綺麗になるでしょうからいいのかなと思います。年間にですね、何回測り物をすることがあるかというと、そうはないですね。私は一人物なんで料理もするんですが、ほとんど目検討で材料なんかもやってますので、まあでもですね、肝心な時にはやっぱり必要なんですよね。必要なんで、壊れたんで早速買い直してみました。今日ははかりが壊れたのでタニタの KD182 というはかりに買い替えてみました、というただそれだけの動画です。以上ありがとうございました。